アイテム番号 SCP-235JD オブジェクトクラスセーフ特別収容プロトコル SCP-235JD はセクター8192の大型脅威物体収容庫にて保管され、すべての個体は強化プラスチック製コンテナに収容されます。対象との接触の際にはガラス、宝石などを含む鉱物類を持ち込んではいけません。実験を行う際は可能な限り SCP-235JP を直接視認は避け、必要最低限の監視人員のみで行い、カメラによる録画映像などを用いるようにしてください。また、実験室内に入るすべての人員は私物の持ち込みを厳禁とし、特殊防護服に着替えた上で入室してください。説明。SCP-235JP は一般にステンドグラスと呼ばれる着色されたガラスと鉛製のリムからなる構造物です。成分分析において特異な点は見られず、一般に作成されているステンドグラスとの相違点は確認できません。収容状態では肉眼では通常のガラスと見分けることはできませんが、1400度以上の高温下においても融解せず現在のところ、融点は不明です。SCP-235JP の異常性は、オブジェクトをコンクリート、アスファルト、ガラスなどの加工状態、または粉砕された砂状態や土、鉱物などを含む、岩石類と直接接触させることで発現します。接触部分から毎秒約 100g ずつ周囲の岩などを吸収し、同質量分オブジェクトは成長します。接触が解除された場合、成長はそこで停止します。形状はほとんどの場合は縦に長い長方形を示し、その場に直立した状態を保ったまま成長を続けます。周囲に障害物があった場合はそれに合わせて避けるように変化します。通常、ステンドグラスは酸化鉄などを用いて着色するほか、鉛などのリムや支持するための構造が使われますが SCP-235JP はそれらを必要とせず同様の構造を生成させ、かつ直立状態を保ちます。質量が 8458.2kg。面積にして 563.8 平方メートルに達した時点で前触れなくオブジェクトは崩壊しバラバラに破砕し周囲に飛散します。砕けたオブジェクトの大きさ、重さなどにより飛散距離はまちまちですが、微細な破片であれば100メートル以上の距離に達すると見られます。飛散したオブジェクトは7時間後に破片がそれぞれに再び蒸気の異常性を示します。コンクリートやアスファルト、岩盤なども吸収し自己増殖を続けるため収容違反が発生し、早期収容ができなかった場合、致命的な被害の発生が予想されます。これは金属、ゴム、プラスチック、木などでオブジェクトを覆うことによって防ぐことが可能です。財団ではこれまでに3500トンの SCP-235JP を収容しています。オブジェクトの成長途中段階を目撃した人物は一様に成果のような幻聴を訴えます。これは間接的、直接的観測に関係なく発生しますが、記録映像などでは起こりません。専門家による再現では19世紀頃のグレゴリオ聖歌に見られる特徴を有しているものの、知られている楽曲と一致するものはなく、歌詞も未知の言語であると見られています。また、一部の人間は恍惚状態となり、オブジェクトを所有したいという願望に駆られます。記憶処置により影響が覗かれることが分かっていますが、実験コストが高いこと、収容違反リスクの高まる可能性のためサンプル数は少なく、発生条件は今のところ不明です。オブジェクトが成長限界を迎えて破砕が起こった場合、あるいは人為的に力を加えて破砕した場合、大勢の人間が嘆き悲しむような幻聴を引き起こします。これに発露した者の中には体調不良、意識の混濁、軽度のうつ症状などを呈する場合がありますが、いずれも時間経過によって治癒されます。一般的に見られるステンドグラスと同じく、SCP-235JP にも様々な衣装が施されており、
生成された構造体は全てに違う図柄が描かれます。サンプルナンバー、PTS-ER67 を、1900年6月4日、装飾の施された白いジャンプスーツを着たリーゼントの人物が片手に三角形の構造物と十字架を持っている。周囲には羽のある肌の黒い女性がはべっている。価値観はそれぞれ、とラテン語で書かれていた。サンプルナンバー、同 PTS-ER67 を、同1900年6月4日、額に27と書かれ、ギターを手にした悪魔のような姿をした人物が地球と思われる球体に十字架を突き刺し、逆さに吊るしている。その他にも同様に複数の人物がギターやマイクを持ち火を放つなどの行為を行っている。それぞれ額に27と書かれている。サンプルナンバー EO-11SE 1900年月日空に届く巨大なピラミッドが大きなワシに食いつかれている。周囲には火の手が上がり、ピラミッドから無数の戦車が進んでいっている。応報せよ、と様々な国の言葉で書かれている。サンプルナンバー HON1133 1900年年3月1日水に浸かった黒いビジネススーツの人物が両の手に電球を持ち、無数のハムシを口から吐き出している。サンプルナンバー ANSP-SA75 2000年12月25日白と黒の無数の境界と十字架で埋め尽くされており、人物などは描かれていない。サンプルナンバー MIA-98XX 2000年4月7日城の中に無数の怪物がおり、白い衣服を着た人物たちがその門を押さえている。古代マヤ文明に見られる特徴を持った二次元的絵柄で描かれている。伝染病か何かを食い止めているのか、まさか我々のことだろうか。サンプルナンバー JHNS-56 2000年6月6日海に浮かぶ巨大な蓮の葉の上にピラミッドが描かれ、その周囲を仏像を乗せた近代的フォルムの飛行機が旋回し、地上に光を投げかけている。地上は黒く、火の手が上がっているように見える。彼らはイエスに言った。主よ、そのパンをいつも私たちにください、とグランタ文字で書かれている。サンプルナンバー JCB-AO84 2000年7月25日地上から伸びた巨大な塔が天空にある球体に接続されている。大勢の人々が塔に群がっている。真珠の門は開かれた、と複数の現代語で書かれている。またその他に不明の言語も存在している。SCP-235JP は日本の神奈川県、市内の教会にて発見されました。発見当日はミサが開かれており十数人の参列者がおりましたが、そのうちの一人が突如透析を行い、窓にはめられていたステンドグラスを破砕。破砕されたガラスが異常性を示しました。偶然参列していた財団エージェントにより情報がもたらされ、オブジェクトは確保されました。関係者及び目撃者全員に記憶処置がされたほか、教会への徹底的な調査が行われました。なお、投石した人物は特定できていません。調査の結果、教会に設置された他のステンドグラス及び施設には異常性は発見できず、ステンドグラスはイギリスのケント州、市より送られたものであることが判明しましたが、それ以上の成果は上がっておりません。ポイ19、年、月、日、SCP-235JP の収容違反が発生しました。オブジェクトへの特性研究実験中、研究員が破砕されたオブジェクトの破片の一つを所持していた腕時計内部に隠し持ち収容を突破。
13時間後に監視カメラによってオフィス内で成長途中段階の SCP-235JP と付近にいた。研究員が発見されました。SCP-235JP はリノリウムの床やコンクリート製の壁などを吸収してすでに100キロ以上にまで成長していたため、特殊な樹脂を吹きかけ、飛散を防いだ上でいくつかのブロックに分けて再収容されました。捕らえられた研究員は、世界に伝えなくてはいけない。これはこんなところにあってはいけないものだ。などと供述。精神鑑定の後、記憶処置を施して別施設へと移送されました。詳細はインシデントレポート KO-235-A2 を、研究員の精神鑑定結果は特殊レポート ME-235-A1 を参照してください。